うっす。お、そんじゃ来た来た。どうも、こんばんは。いより純平アワーのお時間です。無駄に凝ってるな。はい、皆さんこんにちは。久しぶりに札幌ポテトのバーベキュー味を食べている達也です。僕普段あまりスナック菓子とか食べないんですけど、なんかめちゃくちゃうまいね。そう、手が汚れるのがね嫌なんですけどね。お箸とかで食べればいいのかな。皆さんは普段どんなお菓子を食べておりますでしょうか。ぜひ教えてください。じゃあ今日は、お、なんかさ、マップを見るとなんかびっくりマークがついてて、なんだろうと思ってきたら、この占い師さんですね。占いをしてくれると、タルタロスでも恩恵を受けることができます。占い結果はその日の間しか持続しません。あー、これは5のちはやふるからの逆輸入かな。要はタルタロス行く前に占いをしておいた方がお得になる的な。うん、その日の間しか持続しません。また月ごとに占われる回数が決まっており、残り回数は満月の日にリセットされる。あー、あ、満月当日には占ってもらうことはできません。うわ、ちょっと難しいな。おや、何やらあなた自身に変化があったご様子。では新規な光を帯びるあなたにふさわしい新たな占いをご用意いたしましょう。幸運占い、何それ。吉凶占い、あ、まあ金は取るんだよね。運勢占ってもらおうかな。おや、なんと影に潜む塔に、これはな、霧、影、梅雨、どれも違いそう。もやもやから。今宵塔への訪問は叶わないようです。また後日お越しください。あー、なるほど。ちょっと待って、未来を占ってほしい。では参りましょう。新たな変化を感じます。世界を駆け抜ける強き風、それに舞い散るは青き花。あ、これ風と花を縦読みして風花ちゃんのことかな。さて、この花々の散りゆくこと、あなたはいずれにか見るものでしょう。弱気か、それとも強気か。ちょっと分かりやすい口調で説明してほしいな。え、それだけ。え、このびっくりマークは何なの。え、今日はダメだからってこと。タルタロス今日はいけないから意味ないよってこと。ちょっと勘弁してくれよ。てかさ、いねえな、ムタツ。あれ、いつだっけ、ムタツ。じゃあ、そういえば魅力が上がったので、なんだっけ、なんか裏メニューみたいなやつ食べれるんだよね。けど土曜日は食べれないと。うん、まあいいや、今日やることねえし。分かっていこう。あ、やった、学力上がった、そこそこいい。これでテスト、次のテスト楽しみだな。さてと、5月31日と。もう5月も終わりか、早えな。今日は学校が休みだ。そろそろテレビ通販をやっている時間だ。通販久しぶりに見る。まあ今ね、お金ね、36,795円もあるので、もうだいぶ大金持ちですね。高校生でこんな大金持ってないでしょ。うん、もう全てが手に入るとして。何言ってるかな。お、来た来た。みんなの欲の友、オッケー。テンション高い。はい、こちらジカレット、ジカレット田中でございます。生放送でお送りする通販番組、買ったあなたは今日から勝ち組。いいものを常に適正時価でお届け。嘘つけ。うーん、目が離せない。うわよ。ん、健康生活セットをご紹介。ん、誰よりも健康になりたい。何、超健康サンダル。へー、いくら。やるじゃない。ダイエットフードが4個つくだと。サンキュッパ買いだね。これは完全に買いですわ。うん、購入する。このなんかちょっといつもよりさ、携帯広げて耳に当てるスピードがちょっと速いのが細かいよね。気のせいかもしんないけど、早く電話しなきゃみたいな。よっしゃ、やったら。次回は高級ブランドセット。へえ。はい、このチャンネルでゲッチュ。誰か連絡来てる。ワイコとじいちゃんか。俺偉い、よく覚えてた。今日は5月31日じゃん。冷蔵庫に空きがあるはず。少し余裕きた。たい焼き冷やせる。よし、冷やそう、次冷やそう。生ぬるいたい焼き、生ぬる白たい焼きを一つ冷蔵庫に入れた。
明日以降ね、よっしゃ絶対取り込よう、賞味期限切れるからな。なんか君たち 日曜日なのに暇なの、うん、私の見かけたいじめっ子が被害者か。だから偶然だといいんだけど、賞味くんどう思う？うん、もうお手上げ侍ですね、うん、ここは北郎にもばっかじゃないのって言ってほしかったな。純平に毒されちゃったか、あいつ本当のくなことしないんだから。勝手に純平の評価が下がっていく。ミツルなら受付の奥にいるぞ。あ、わかります、あの遠くからも圧倒的なオーラが出てるんで。学園の決まりで寮の生活記録とかを校内のサーバーに送ってるらしい。仕事とはいえあいつも大変だな。あ、確かに。今日のテレビは、あ、出た、不死鳥戦隊フェザーマン R 第15話高校生戦闘員熱唱だ、フェザースワン。あ、フェザースワンね、それだけ。え、怒ってる？なんか睨んでない？まったく。しかし厄介な事件だ、生徒会長として見過ごすわけにはいかないな。それに意識不明というのも普通ではない、一体何が起きているのか。そうだね。ということで今日はワイコと過ごしたいなと思います。うん、ワイコはね休みの日しか発生しないので、まあちょっと優先順位は高いよね。夜までネットゲームして過ごす。いやー、ワイコってね一体誰なんだろうね、意外と身近な人だったりするかもしれないね。うん、品川ダンジョン内部、ワイコがいる。あ、はい、あ、それだけだった、もしかして夜になりそうだ。まあこれは繰り返しになるけど、今作はねワイコと過ごしても夜は自由時間があると。なんだ、部屋にこもっていたのか。うん、ずっとネットゲームやってた。あ、純平ごめんね、ちょっと昼間純平がいない間に評判ちょっと下げちゃったわ。しかし噂ってのは広まるの早いよな、特に今回は話題が話題らしい。学校はもちろん街にまで流出してるっぽいぜ。そうだな、お前のお手上げ侍がクソつまらないということも街まで流出。ゲフンゲフン。申し訳なくなってきたな。じゃあ今日は今日だったらいける？運勢占ってほしい。あ、出た出た、これこれ。強敵に変えるハプニングの発生率を上昇。へえ。あ、しかも気象敵も出せるんだ。これめっちゃいいじゃん。気象敵と遭遇する確率が上昇。おう。なるほど。まあ、レベル上げとか、レベル上げ、あ、でもレベル上げだとしてもこっちの方が良くない？え、どっちも同じ金額だったら絶対みんなこっちの方が良くない？どういうこと？強敵に変える。ほう。まあ今日行かないけど、ちょっとこのびっくりマークついてるの気になるし、うん、やってもらおう。では参りましょう。見えました。今宵影に潜む塔へ行かれると、あなたは、これはな、吉体輪だっけ？の法的種に、そう、怪遇するでしょう。うん、レアシャドウと遭遇する確率が上昇した。やった。それだけ。なんかここにお手手のマークついてるけど、あ、これ怪しげな男か。お手手のマークってなんだ。なん、売り切れかよ。新商品を入荷しとけよ。俺が次来るまで絶対入荷しろよ。これでびっくりマーク、あー消えた。なんだ。それだけかよ。お、出た。食べれば頭脳がフル回転の魚つくしの特別コース、学力が上昇。へえ。あれはあれだよね、多分魅力が増えたからこれが食べれるようになったってことだよね。よし、もう学力なんてね、なんぼあってもいいですからね。やった、自分の魅力のおかげだろうか、常連として顔覚えられたようだ。900円でフルコースが食べれるなんて、うわ美味しそう。魚介フルコース定食を味わった。腹減ったな。大量の DHA が脳内を駆け巡るのを感じる。今ならどんな難問も解けそうだ。絶対言い過ぎてる。あ、え、BGM おしゃれ、かっこよ。わ、この BGM 流しながら首都高を車で走らせたい。ドライブ行きたくなるな。ドライブに最適すぎるだろ今の音楽。6月あっという間。今日から夏服に衣替えだ。あ、本当だ、夏服になってる。ちょっと今俺反応薄かったけど。あ、やった、ゆかりっちとみっちゃんの夏服が見れる。おはよう。あ、
美しい、お綺麗。おはようございます。どうも最近学校の中が騒がしい気がしないか。確かに。なんかタメ口、うん、そうかじゃないのよ。だろ、シャドウと関係がなければいいのだが。明彦の言う新たな戦力のこともあるが、いつまたシャドウが襲ってくるかわからない。油断しないでおいてくれよ。はーい。6月か。あれなんかさ、純平の怖い話とかなかったっけ。そろそろな気がしてるんだけどな。あ、ということで業務連絡なんで俺ゲームしてる時までこんななんか仕事してる空気味わわないといけないんだ。小田切だ。業務予定通り業務を行う。出席するならセット開始まで以上おっさんかよ。40代の管理職かよお前は。じゃあ小田切のとこ行くか。まあね、学校のコミュニティの人はね、長期休暇の時にあげられなくなっちゃうので優先的にやりましょう。放課後は生徒会で過ごすことにした。お、いたいた。せっかく来てくれたのに悪いが、ん？今日の会議は手短に済んだから、もうみんな帰ったぞ。あ、そうなの？てか、そもそも北郎が来てから会議始めればなんで北郎いないのに先に始めて北郎来たら帰るんで、どういうことだ。うるさい外野がいなくてちょうどいい。ん？ちょうどいいとは？他の生徒からの視線が痛くてね。だからなんか小田切夏服似合うな。そのリボンみたいなやつ。例の男子トイレの吸い殻の件。被疑者候補の割り出しを行っていたところだ。まだやってたのか。見ての通り定例会の実施は不可能だ。君も帰ってくれて構わない。うん、それだったらなんかね、もう終わったよってメールくれるのがね筋だと思う来たばっかりだし、もう少しここにいようかな。君も何かと多忙だろう。息抜きも必要だぞ。え、じゃあ小田切ちょっとさ、一緒に遊びに行こうよ。ちょっとカラオケとかどう。カラオケ時間に余裕があるのなら、ん、少しだけ昔話に付き合ってくれないか。うん、その話カラオケでいいマイクあるし。どうした？この辺り全然わかんないな。初めて。地位も名誉も学歴もない男は、うん、何をよりどころに社会貢献に努めるか。ほう。真心だ。ほう。とある男に言われたんだ。え、なんか普通にいい話っぽいな。その男が今どうしているか教えようか。何？ある報道番組の取材中に、うん、女性レポーターが局側の過失の事故で負傷した。ほう。不慮の事故として扱えと指示を出したのは、うん、上層部のお偉方だったんだが、事実の隠蔽を週刊誌に嗅ぎつけられると局は番組担当の構成作家を担ぎ出した。現場の判断で事実を隠蔽した、とね、トカゲの尻尾切りってやつさ。もしかしてそれが小田切の身近な人ってこと？僕に真心と真剣に話してくれた彼は、うん、業界から追放、生涯の転職を失った。永遠にね。お父さんとかだったりする？この社会での弱者は強権者の糧も同然だ。真心では、綺麗事では勝ち残れない。僕はね、弱者を出さない組織を作りたい。そのためには強権者をも裁くことのできる絶対的な秩序の構築が不可欠なんだ。小田切は熱心に語った。これはきっと小田切の心からの言葉だろう。いや、これは仲が深まるね。何これ気になる。まあ、確かに小田切のだって17歳とか18歳ぐらいの年齢でしょ、高校生って。それでこんな考え方がになるって、よっぽどその人にね浸水していたのか、身近な人だったのかな、お父さんとか。さて、作業は一段落したし、玄関までだが一緒に行かないか。うん。え、ちょっとカラオケは？うん、途中まで一緒に帰るのか。カラオケ、小田切、カラオケ小田切と普通に生徒会室以外で遊んでみたいな。あ、
これもしかして。そういやゆかりっちさ、学生用のネット版とか見てる？先週 E 組の子が校門で倒れてんの見つかったっしょ？うん。あれ、あ、階段に出てくる音量の仕業じゃねえかってさ。出た出た。音量とかマジやめてよ、嘘くさい。ゆかれっち確か怖い話苦手なんだっけ。その階段というのはどんな話だ。ちょかわいい。どうせ作り話に決まってるし、聞かなくていいと思いますが。気になるな、話してみよう。ゆかれっちの意向ガン無視。うっす。お、そんじゃ来た来た。どうも、こんばんは。いより純平アワーのお時間です。無駄に凝ってるな。世の中にはどうも不思議なことってあるようなんですよ。はい、ご存知ですか。遅くまで学校にいると、いると、死んだはずの生徒が現れて、うん、食われるよって怪談。食われる。私の知り合いに、まあ仮に A としておきましょうか。うん、ちょっとなんかだんだん左手のポーズが気になってきたな。話に集中できねえな。なんかそのなんか恐竜の手みたいなやつ。A がね、言うんです。うん。いよりさ、俺変なものを見ちゃったって。あんまり真剣なもんだから何があって私聞きました彼に。うん。彼首かしげながらね、実は例の E 組の子なんだけどね、うん、事件の前の晩学校来てるとこ見たよって言うんです。おお。嘘だ、そんなんあるかい、嘘だって私彼に言ってやりましたよ。 E 組の子、うん、夜遊びするような人間じゃない。でも彼真っ青なんだ顔、確かに見たってガタ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 震えてる。怖。私考えましたよ。そうなんだ、倒れていた E 組の彼女を食われたんですよ、死んだはずの生徒に。夜中に学校にいたから食われて、だから倒れていたんだって。私ゾクッとしました。ドウッと冷や汗が溢れ出ました。世の中にはどうも不思議なことってあるようなんですよ。まあ全部私の推測なんですがね。何そのなんか信じるか信じないかはあなた次第ですみたいな締め方。ああ面白かった。ゆかりちの顔。どうも明彦。あら。俺が熱演した件はスルー？そうだよ、まずそこに対してコメントを残した上ででしょ。音量かはともかく調べる価値はありそうだな。うん。しかしゆかりっちさ、お化けが苦手とはちょい情けないよな。おいやめろよ純平、かわいいだろ。な、情けないな、一番情けない男に言われたくないよな。よ純平、だったら調べようじゃないの。おお、いけいけ。お互いこれから1週間いろんな人から徹底的に話を聞いて回るわけ。階段なんて絶対嘘に決まってるし。うん、絶対嘘だよ。それは助かる、君の悪い話だからな。じゃよろしくな。あー怖い怖い。楽しんでるじゃん明彦。この意見だけはね、うん、なんか飲まれるんだよね。さっき無視してたのに。あー楽しかった。お、あ来た来た、冷蔵庫に入れたたい焼きが冷えてるはずだ、後で取りに行こうか。あそう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 、来た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 。これねちょっと視聴者さんからコメントいただいてたんですけど、実は僕なんか5月29日ぐらいなのかなにこのメールを無視してたみたいなんですよ。でこれなんだっけ、追加要素のコミュニティ関係深めるなんかなんとかストーリー、サイドストーリーみたいなやつらしいので、ちょっと冷えた白たい焼き食べたら明彦と遊んできます。この前入れたはずのたい焼きがない、ハープチン久しぶりだよ。こんなブチ切れたのは誰だ、どこの純平だ。たい焼きを置いていた場所にメモが置いてある。
たい焼きを入れてた誰かへ、気づいたら食べてました、ごめんなさい。いつもないものですが、カップ麺どうぞ、純平。本当に純平じゃねえか。はがくれカップ麺2個。まあまあまあ、2個くれるんだったらまあいいでしょう。ああ。え、それだけ？マジで？あ、何？ 6 月 16？ だいぶ先だな。お前もなんか、階段の時、いてくれよ。そしたらさ、ちょっとくだらないギャグとかでさ、ちょっと中和できてたかもしんないのに。嫌だな。困ったね、例の事件。マスコミや生徒保護者からの問い合わせが結構あって大変だよ。それだけ。そうだな。まあ、竹馬もあんな調子だ。今夜のタルタロスは見送るとしよう。なんでだよ。しかし、学校のお化けとはな。果たして何が真実なんだか。気になるね。ごめんね。今ちょっと忙しいんだ。ネットで階段のこと調べててさ。だから悪いけど、今夜のタルタロス、私はパスね。了解です。テレビ、テレビと。そろそろね、聞きたいね。トリッシュでーすってね。よし、じゃあ、秋彦。今日は時間が取れた。前にも連絡した通り、ちょっと付き合わないか。岩戸田駅前にいる。行こう行こう。真田のところへ行こう。うわ、いた。あ、すげえ。なんか、この街に秋彦がいること自体すごくレアだもんな。あ、なんか落ちてる。よっしゃ。どうしたん、秋彦。元気？よし、読み。メールに書いた通りだ。今から食事でもどうだ？お、行きつけの店があるから行こうぜ。真田から誘いを受けた。真田のことを知るいい機会かもしれない。夜は真田と過ごそうか。真田呼び。よし、行くか。純平とか誘わないの？トレーニングに専念できるおかげで、かなり体にキレが戻ってきた。うん。リーダーを引き受けてくれたお前には礼を弾まないとな。あざます。好きなだけ食って帰れ。マジで？責任ある立場に疲れもあるだろ。太っ腹だな。まあ毎日必死っすよ、僕も。そうか、よくこなしてくれている。食事と休養を十分にな。あざます。あとは経験を積むことだろうが、無理をするなよ。何かあればすぐに言え。俺も協力は惜しまないつもり。え、普通にいい先輩、好き。まあそりゃそうだよな。こんな駅前にさ、モデルかっていうのは美談かな。揃ってたらそりゃ声もかけられるよ。お、やっぱり月光館の真田さん。人気だな。岩戸台に住んでるって聞いてたけど、うわ、すごい超ラッキー。私たちファンなんです。一緒に写真撮ってください。で、どうする？これから予定がある。うん。それに写真は好きじゃない。うん。1枚1000円です。商売始めようとする。チェキ買えよ、チェキ買え。怪我されたって噂でしたけど、もう大丈夫なんですか？困ってることはありませんか？私差し入れとかしちゃいます。お金に困ってる。お金差し入れてほしい。確かに芸能人並みのルックスだけど、うん、行くぞ。ファンは大事にしな。あ、走って逃げた。すげえ楽しい。学校で同じようなことはあったが、こんな街中までとはな。なあ、すごいな。モテモテですな。試合で勝ち続けるうち、取材を受けたりネットで噂されたせいだろうな。うん、羨ましい限りですな。私みたいな下々はね、そんな経験もないんでね。卑屈。純平もそんなことを言ってたが、お前までとは意外だな。うん、鬼太郎は冗談、純平はガチ。ま、声援はありがたくても、今は構っている暇はない。俺はただ強くなりたいだけだ。うん、鍛錬を重ね力をつけた自負もある。だがその結果、望まない面倒ばかりが増える。さて、ようやく諦めてくれたようだ。気を取り直して飯にしよう。うん、あまり遅くはなれないしな。やっぱり葉隠れ行くのかな。
いいじゃんよ。俺らいい店知ってっから。まだ話続くんだ。やめてください、困ります。先ほどの女性たちが困ってるぞ。秋彦、一杯だけでいいっつってんじゃん。なあ、こう言って。怖いな。やだ、やめて。ボッコボコにしようぜ。うん、ナンパ。お、怒ってる。俺のファンに手を出すなとか言ったら惚れる。おい、それくらいにしとけ。警察を呼ばれたくはないだろ。ああ、なんだお前、かっこいい。こんなんされたら惚れるだろう。警察だ、ガキがかっこつけてんじゃねえよ。さっさと消えな。かっこいい。てめえ。まあ秋彦は別にプロではないから素人殴ってもいいんだっけ。あ、でもあれか、普通に暴力事件とかになるから手出しはできないのかな。待て。ん？お前いい動きしてんな。なんか格闘技やってんだ。ほう、わかる。だったらなんだ。暇なら俺と遊んでくれよ。え？ちょっと裏まで来い。え、ちょっと行かない方がいいよ。ちょっと黒沢さん呼ぼうよ。お前みたいに生きがってるやつ見ると潰したくなんだ。なんでだよ。ちょっと強えとか言われてんだろうが、どんなもんか試してみる。え、乗るの？なんだこいつ、ビビってんのか？あいつうるせえ。一人だと何もできないくせにたまたまちょっと周りとつるんでるからって態度がでかくなるやつうぜえ。やはり面倒だろ。ね、面倒だね。お前は下がってろ。え、すぐ片付け。え、やっちゃうんすか秋彦さん。勝てると思ってんのか？安心しろ、素人相手に怪我はさせない。かっこよ。俺も格闘家の端くれなんでな。だってさ。おいそこ、やめなさい。誰だろう、黒沢さんかな。いくぞ。かっこいい。ですから、うん、あいつらが先に手を出そうとしてきたので。本当だよ。さっきさ、助けた女性の二人ちょっと弁護してよ。話は署で聞くって言ったでしょ。うわ、面倒。君たち高校生だろ。親御さんに連絡するから連絡先。いや、親御さんって。取り込み中、申し訳ないが。黒沢さん、押収物を高校生にお金もらって横流ししてる黒沢巡査じゃないですか。かっこいい。黒沢さん、あ、慕ってるな秋彦。こいつらの件は俺に任せてください。うん、上に話はついてます。あ、すごい、あっさり引くってことは信頼があるんだね黒沢さん。何があったか知らんが、面倒を起こしてくれるなよ。そう、先輩悪くない。チンピラに絡まれたという女性2人からの通報だったはずだが。あ、あの2人が通報してくれたんだ。俺の強さを試そうというので答えようとしたまでです。まっすぐな瞳で。こんな天下の往来でか。やれやれ。いや、嬉しいな。僕ハムコバージョン遊んでないんで、こうやってね、純平とか秋彦の人となりを知れるのすごく嬉しい。俺は警察官だ。暴力沙汰でも起こせばお前たちといえどしょっぴくからな。知っての通り、こいつは血の気が多いのがたまに傷でな。へえ、たまに傷ってあれで傷って読むんだ。いろいろ大変だろうが、君が見ていてやってくれ。はい、任せてくれ。なのでちょっと、もうちょっとあの武器の横流しもね、せめてあのもうちょっと半額とかに。言ってくれるな。だがまあ、よろしく頼む。怪我も完治し、頼れる人材も得た。力を試すには絶好の機会だ。うん、特にお前ほどの逸材を得たことは幸運としか言いようがない。いやー、さきひこにそんなこと言われたらめちゃくちゃ嬉しいよね。なんかそのね、言葉のせめて20分の1でも、なんか順平にもかけてあげると本人とても頑張ると思うんだけどな。もっと腕を磨き、どんな相手も俺の拳でねじ伏せてやるさ。うん、相変わらずだな。
とにかくあまり無茶をするな。お前らが揉めたのはおそらく、うん、最近この辺りで幅利かせてるゴロツキどもだ。うわ、これなんかストーリー続きそうだな。ああいう手合いに一度目をつけられるとしつこいぞ。気をつけるんだね。うん、もう遅い。今日はまっすぐ帰れ。はーい。いや、助かったね。いろいろ邪魔が入ったおかげで飯どころじゃなくなったな。いや、でもそこにさ、ほら、ワイルドだ、ワイルダックって書いてあるからさ、行こうよ。黒沢さんの言う通り、ん、今日は帰るとするか。え、うん、すまないな。うん、礼はまた日を改めて、うん、目の前なんだけど、明彦。うん、ハンバーグだから、ハンバーグじゃねえ、ハンバーガーだからすぐ出てくると思うよ。明彦、さて、俺はロードワークがてら走って帰るが、うん、お前もどうだ。あ、ゆっくり歩いて電車で帰ります。うん、お断りします。そうか、走った方が早いんだから。絶対電車が早い。では俺は行くぞ。気をつけて帰れ。はーい。まあ、よく見たら革靴だけどね、走りづらくない？その格好。真田の背中を見送って寮に帰った。真田のストイックな一面を見て感心し、精神力がついた気がする。やあ、やったー、 SP 最大値が3も上がった。これはこれファルロスかな。久しぶりだな。こんばんは。こんばんは。ということで今日はここまでにしとこうかな。いや、なんか内容濃かったね。うん、怪談話も聞けたし、明彦のねサイドストーリー、うん、もう遊べたのでとても楽しかった。次回は、まあ、この謎の少年が誰なのかね、ちょっと分かんないですけど、まあ、受注ハックあの子かなと思うんですけど、その続きからやって、そろそろ風花ちゃんとかも出てくるんじゃないかな。うん、とても楽しみです。ということで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価とコメントの方、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、バイバーイ。